聖セ,セシリア女子短期大学は神奈川県大和市林間2-6-11に本部を置いていた日本の私立大学である。1950年に設置され、2021年に廃止された大学の略称はセシリア。見学の精神聖セシリアの教育はカトリック精神に基づき学ぶ者も,も教えるものも信じ、希望し、愛深くを 心の糧として豊かな教養を身につけた女性の育成を目指します。神を知り、人を愛し、奉仕する心をもって広く、社会に貢献できる、知性を持った人間の育成が、聖セ,セシリアの見学の精神であり、社会的使命です。教育目標本学は、見学の精神に基づき、未来の担い手となる、子もの健やかな育ちに、使命感と責任感を持って尽力できる。 確かな専門性と他者と共に歩める、豊かな人間性を身につけた保育者を育成します。この具現化に向け、以下に挙げる力の育成に努めます。保育に必要な知識と技能を身につけ、子供の立場に立って、その育ちを支えることができる力保育をする中で、思いや考えを的確に生き生きと表現し、伝えることができる力他者と共に行動する上で、 必要な態度や行動を身につけ、実行できる力事己を高めるために、自ら学び続けることができる力教育の特色伝統と、幸風から学ぶ教育庫に向き合う教育実践から、学ぶ教育出会いから学ぶ、教育教育方針学維持よの方針見学の精神と教育目標を踏まえた、人間力と保育力の調和の取れた保育者を、養成するために定めたカリキュラムを履修し、 所定の過程を終了するに必要な単位を習得した者には卒業を認めるとともに短期大学士の学位を授与した。教育課程編成、実施の方針本学が目指す人間力と保育力の調和の取れた保育者を養成するために基礎教育科目と専門教育科目に分けて編成する。基礎教育科目はカトリック精神を基礎とする人間性と 現代に生きる生活者として必要な教養を身につけられるよう編成する。専門教育科目は2年間の学びの連続性を持たせ専門的な知識と技能を積み重ね深められるよう編成する。実践力のある保育者を養成するために必要な科目を解説し編成する。学生生活全般を通して良き社会人イコール保育者として生きていく上で、 必要な力が育まれる、要教育プログラムを編成する。キリスト教学、日本国憲法、スタディスキルズ、英語コミュニケーション、スポーツと健康、コンピュータ演習、日本の暮らしと文化、暮らしの中の科学、人間と、社会、音楽、体育、造形、国語、保育者論、教育原理、発達心理学、教育士、社会福祉、 社会福祉援助技術、児童福祉、保育原理、養護原理、養護内容、乳幼児心理学、教育心理学、小児保健、小児保健実習、小児栄養、精神保健、家族援助論、カリキュラム論、保育方法論、保育内容総論、保育内容、子供の遊び、乳児保育、障害児保育、児童文化、児童の臨床、保育、 教職実践演習、在宅保育論、教育実習、保育実習、保育研究ゼミナーる閉学時にあった、学科過去にあった、学科専攻科別科取得できる、免許、資格等について、国家資格教職家庭学位その他大学関係者、出身者を主な施設用事教育学費、ほぼ100%が、取得した免許、資格を活かした職についている。 最新のデータでは保育所への就職者が多い傾向が見られる。ついで幼稚園となっており、おおむね神奈川県や東京都を中心に首都圏がほとんどである。また、保育士資格を活かした保育所以外の児童福祉施設や一般企業への就職者もいるほか、4年生大学への指定校推薦による3年次への編入学や専攻科への進学も見られる。ありがとうございます。